どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、セゾンクラッセ終了の発表がありましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、セゾンクラッセがね解約終了のね発表がありまして、このセゾンクラッセがね終了するということで、こちらのクレジットカードね、先日徹底解説のね動画出させていただいたセゾンアメックスプラチナビジネスカードありますよね、まあ、こちらのカードだったりですね、こちらビジネスカードなんですけども、こちらの個人カードセゾンアメックスプラチナカードとセゾンアメックスゴールドクレジットカードはですね、 JAL マイルの還元率がですね、セゾンマイルクラブっていうのに加入していただくと基本還元率で 1.125% 還元で、このセゾンクラッセのね特典を入れると最大 1.375% 還元までね、還元率上げることができたねカードということで、このねセゾンアメックスプラチナビジネスね、かなり私ねおすすめさせていただいたわけなんですけども、今回ねセゾンクラッセ特典終了ということで、基本還元率ね 1.125% 還元っていう風になってしまうんですよね。で、今回の動画でですね、この解約のね解説もね行うわけなんですけども、こちらね 1.125% なんですけども、 auPAY プリペイドカードねかましていただければ、今まで通りですね 1.375% 還元ね取ることは、まあ、実際はねできるっていう風になりますんで、まあ、ここら辺もですね一緒にね解説やっていきたいななんていう風に思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね内容入っていきたいなと思うんですけども、ちょっとねカメラの調子が悪くて、今ねパソコンのインカメラで撮ってるんですよね。ですのでちょっとね動画見づらいかもしれないんですけども、ちょっとねご了承いただければなと思います。で、一緒にね公式サイトね見ていきたいななんていうふうに思っておりまして、このね今回の発表なんですけども、公式サイトがですね、セゾンポータルってセゾンのアプリがありますよね。あちらの中でこのセゾンクラッセの終了がね発表記載されておりますので、そちらね一緒に見ていきたいなと思います。それではねちょっとねここら辺に画面ね出しておきますけども、セゾンポータルのアプリ開いていただいて、真ん中の下の方にねクラッセのところを押していただくと、セゾンクラッセサービス終了のご案内ということで見ることができます。こちらねなんか公式サイトみたいなのが外部であるんじゃなくて、このアプリ内でね確認するみたいな感じになってるみたいなので、気になる方はねこちらをね見てっていただければなと思います。で、内容なんですけども、セゾンクラッセサービス終了の案内ということで、サービス終了はですね2022年の8月31日をもってね、このセゾンクラッセね終了っていった形になります。で、9月以降はですね、このセゾンクラッセのスコアのところねクリックしても、まあ、特典ね表示されなくなるっていった形になります。でですね、特典の利用についてということで、サービス終了までの特典のご利用については以下の通りですということで、2022年の8月の31日にねこのセゾンクラッセ終了するんですけども、8月のねクラスが最終の対象クラスっていった形になります。で、クラスごとによってね、星6クラスであれば永久不滅ポイント2倍特典であったり、星5以上であればセゾンポイントモールの1倍特典であったり、星4だったらですね誕生日付に永久不滅ポイントプレゼントだったり、ストアセゾンクーポン特典であったり、星1以上クラスでですね25歳未満の方はコンビニで、ね、5倍特典とかもあったわけなんですけども、こういった特典ね細かくね記載がありますので、まあ、どれかね利用されてた方はですね、こちらねチェックしていただければなと思います。で、今回の星6のね永久不滅ポイント2倍のね部分に関してなんですけども、こちらね2022年の8月31日でこのねセゾンクラッセっていうのはね終了するわけなんですけども、一部ね救済措置みたいな感じで継続するそうなんですよね。それがねここに記載がありまして、星6クラス永久不滅ポイント2倍特典の一部継続についてということで、下記の対象者の方にはセゾンクラッセ終了後も半年間永久不滅ポイント JR キューブ2倍を付与しますということで、対象者はですね2022年の6月7月8月のいずれかの月で1回以上ですね星6クラスになった会員の方っていう風になっておりまして、まあこちらの方に関してはですね2022年の9月から2023年の2月までのね間、この永久不滅ポイントね2倍 0.5% 還元がねもらえるっていった形になるんですよね。で、このセゾンクラッセっていうのは本来
際ね、毎月達成しないと、まあ、このクラスをね維持していかないと、このね 0.5% 還元っていう、まあ、ポイント2倍ね、まあ、もらえないわけなんですけども、今回のね延長部分に関してはですね、6月7月8月このいずれかにですね星6になればですね、2022年の9月から2023年の2月までの間はですね2倍のポイントねもらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらのカードでねセゾンクラッセ6ね狙ってた方に関してはですね、今後もねあの星6クラスね狙っていただければなと思います。まあ、こういった感じでね救済措置みたいなのがね取られておりますので、まあ、メインカードにねされている方はですね、ぜひねこちらも覚えておいていただければなと思います。まあね、今回ねこういった発表っていう風になりまして、まあ、一応ね2022年の8月31日でね終わってしまうわけなんですけども、まあ、9月からね来年の2月までの間は救済措置みたいな感じでね利用することができるっていう風になりますんで、延長で、ね、少し利用できる部分に関してはですね、まあ、かなりねありがたいかななんていう風に思うんですけども、まあそれ以降はですね還元率下がってしまうっていう風になりますんで、まあちょっとね残念ではありますけども、ジャルマイルを貯めるねすごいいいクレジットカードだったわけなんですけども、今後ね下がってしまうっていった形になります。それでは次にですね、今回ねセゾンクラッセの特典で還元率がねそのままにしとくと、まあ、落ちてしまうっていう感じになるわけなんですけども、まあ、今後ねおすすめできるクレジットカードなのかっていう話なんですけども、このねセゾンアメックスプラチナビジネスカードに関しては徹底解説したね動画が、まあ、ここら辺にねあの出しておきますけども、まあ、こちらね見ていただければなと思うんですけども、このセゾンのねセゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、本来年会費2万2000円するクレジットカードなんですよね。で前年ね200万円利用していただければ年会費がね1万1000円に減額されるっていうね、まあ、不思議なねプラチナカードっていう風になってるんですよね。ですのでプラチナカードなのにですね年会費1万1000円でね維持することができるクレジットカードっていう風になっておりまして、またね先ほども言いました通り基本還元率として JAL マイルの還元率ね 1.125% 還元っていう風になりまして、またねプライオリティパスもですねこちらね無料で利用することができて、またねこのプライオリティパスも年間何回もね利用することができるプレステージ会員がね利用することができるっていう風になりますし、またねプラチナカードということでコンシェルジュも使えますし、セゾンポイントモールっていうのも利用することができますので、 JAL のね国内線利用される方はですねかなりねお得に利用することができるっていう風になりますんで、今回ねセゾンクラッセのところの部分のね還元率はね下がってしまうわけなんですけども、個人的にはですね今後もねおすすめできるねクレジットカードになるかななんていうふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。やはりねこのセゾンアメックスプラチナビジネスカードっていうのは、まあ、年会費が1万1000まで減額できるっていう点と、で基本還元率として 1.125% 取れるっていう風になりますんで、まあ、先ほど言ったね au ペイプリペイドかましていただければ今まで通りね 1.375% ね取れるっていう風になりますんで、まあ、今回ねちょっと解約にはねなるわけなんですけども、まあ、そこまでね悲観することではないのかななんていう風に思います。普通のね JAL カードっていうのは基本的に 1% 還元なんですよね。でこれはもう基本還元率で 1.125% ということで、まあ、JAL カードよりですねJAL マイルが貯まるんですよね。で au ペイプリペイドねかましていただければ 1.375% までね上げられるっていう風になりますし、これのね次のクレジットカードね JAL マイルの還元率高いクレジットカードっていう風になるとマリオットボンボイプレミアムカードになってしまうんですよね。まあ、なってしまうっていうとね、まあ、良くないのかもしれないんですけども、まあ、こちらね200万円利用していただいて1万1000円ですよね。まあ、使わなくても2万2000円なんですよね。でマリオットボンボイプレミアムカードって年会費49,500円じゃないですか。で、まあ、還元率はね 1.25% ということで、まあ、これとね及ぶぐらいですねあの還元率高いんですけども、年会費もねかなり上がるっていう風になりますんで、まあ、個人的にはですねセゾンアメックスプラチナビジネスカードに関してはですね、まあ、今後もねおすすめできるねクレジットカードかななんていう風に思います。ということで今回ですねセゾンクラッセ終了ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ個人的にはですね今後もねセゾンアメックスプラチナカードに関してはですねおすすめできるねクレジットカードかななんていうふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ちょっとねここでおまけ動画じゃないんですけども、このねセゾンアメックスプラチナビジネスカードもそうなんですけども、今ねアメリカンエクスプレスコネクトっていうところのキャッシュバックキャンペーンで
こちらがね今やってるんですよね。ZIP エア2万円利用していただくと、まあ、5000円キャッシュバックっていうね、こちらアメックスのね、あのアメックスコネクトっていう特典で利用することができるキャッシュバックオファーっていう風になりますんで、あの普通のアメックスのねアプリからもオファーね登録することができるんですけども、こういったねセゾンのアメックス、こういうカードもですね利用することができるっていう風になりますんで、こちらね2万円利用していただくと5000円のキャッシュバックっていう風になりまして、こちらね2022年の7月の31日までね利用していただければですね、2万円利用していただくと5000円キャッシュバックね利用することができるっていう風になりますんで、ちょっとね利用するかもしれないなって思った方はですね、こちらねぜひエントリーしていただければなと思います。エントリー自体はですねアメックスのアプリからもエントリーできますし、セゾンカードのアメックスでもねこちらエントリーすることができるっていう風になりますんで、こちらはですね公式サイトからエントリーっていう風になりますんで、そのねセゾンカードの方のエントリーに関しては公式サイトねあの概要欄に載せておきますので、そちらがねエントリーしといていただければなと思います。こちらね2万円で5000円キャッシュバックなんで、まあ2万円の路線ねちょっとあるかどうか分かんないですけども、まあこちらの路線であればね1万5000円で利用することができるっていう風になりますんで、まあこれからね夏休みもね控えておりますので、ちょっと ZIP エアはですねキャンセルが確かできなかったと思いますので、まあこの部分だけね注意していただいて利用される予定ある方はですねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。